韓国の強襲揚陸艦とされる輸送艦ドクトに続く2番艦マラドが就役したみたいだね。韓国の潜水艦か、新潜水艦の就役って大体ワクワクするんだけど、韓国が作ったものはな、何かしら問題点があるし、そういう意味でトラブルに見舞われる運命だよな。もうトラブルが起きてもそれが当たり前になりつつあるもんね。今回はそんな韓国の強襲揚陸艦について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2021年6月28日に韓国の慶尚南道の鎮海軍港にて、ドクト級大型輸送艦の2番艦としてマラドの甲板上において就役記念式典が行われたよ。マラドは1番艦ドクトから14年経って就役した2番艦なんだけど、ドクトが基準排水量14,300トン、満載排水量18,800トン、全長185メートル、全幅32メートルであるのに対して、マラドは基準排水量14,500トン、満載排水量19,000トン、全長 199.4 メートル、全幅 31.4 メートルと一回り大きいものとなっているよ。逆に乗組員数はドクトが約450名であるのに、マラドは約330名となっており、この14年間における精進力化が進んだ結果と見られているね。速力は両艦とも約22ノットと海上自衛隊の出雲型の30ノットと比べて低速で、大隅型輸送艦とほぼ同じとなっているよ。また、ドクトマラド両艦はどちらも艦尾にウェルドップがあって、LSF2 型エアクッション型揚陸艇ホバークラフト2隻を収容できるようになっているんだ。この LSF2 型エアクッション型揚陸艇はアメリカ海軍の LCAC-19 エアクッション型揚陸艇と同等の能力があるとされていて、満載排水量155トン、全長 27.9 メートル、全幅 14.6 メートルで、戦車や自走砲なども搭載して上陸作戦に用いられるホバークラフトだね。なお、韓国海軍ではこのドクトとマラドの関係を強襲揚陸艦としているが、アメリカ海軍協会 USMI での分類ではヘリコプター揚陸艦 LBH とされているほか、米英海軍年間ではロック型輸送揚陸艦 LBD とされており、大隅型輸送艦を同じとされているぜ。マラドの全通飛行甲板には出雲型護衛艦と同じヘリ発着用スポットが5カ所設けられていて、同時に5機のヘリコプター発着が可能であり、垂直短距離離着陸機の運用が可能となるように、耐熱対策が施されているとされているけど、どうやらこれは垂直離着陸機 V22 オスプレイの発着艦が可能になる程度の耐熱処理のようで、F-35B の発着艦に耐えることができるのかは不明なんだ。また、ヘリコプターの格納スペースについては、現状では、CH-60 などの汎用ヘリコプターが2から3機置ける程度のスペースしか確保されておらず、後方の車両甲板を格納庫に転用して10機分のスペースであるため、実際に F-35B を搭載することになるとすれば、かなり大幅な艦内改修が必要となるだろうと言われているよ。なお、両艦に搭載されるヘリコプターはこの先、現在韓国海兵隊に配備されている国産の MUH-1 に変更される予定で、2023年に完了予定とされているな。ドクトとマラド違いってどんなところなの？ドクトとマラド違いについては、艦体の大きさだけでなく護艦防御において大きな違いが生じていて、ドクトでは近接防御火器システムシウスがオランダ製のゴールキーパー2機であったのが、マラドではアメリカ製のファランクス2機に変更されているよ。ちなみにドクトに配置されたゴールキーパーは小舟のものが、飛行甲板上の2軍のヘリコプターが社会に入ると迎撃してしまう欠陥が問題となったら笑い話があるぜ。また、近接防空ミサイルのドクトでは、アメリカとドイツの共同開発によるラム RIM116 が搭載されていたが、マラドでは国産のミサイル垂直発射システム KVLS を採用して、2019年から量産が始まった国産の艦対空ミサイル階級を搭載することになっているらしいな。この韓国が開発した艦対空ミサイル階級は、その開発段階から物議を醸していて、性能評価試験で韓国海軍が命中率 90% と公表したんだけど、その試験設定がおおよそ敵の対艦ミサイル撃墜を想定したレベルに届いていないことが後に判明したんだよね。現代の対艦ミサイルはレーダーで捕捉されることを避けるため、海面スレスレの5から15メートルというシースキミングと呼ばれる超低空飛行で接近してくるんだけど、この試験では模擬目標を30メートル以上の高度で、しかも速度を通常のミサイルの速度約マッハ 0.9 の半分だったというんだ。
高度は高いし速度は遅いし、まともなデータを取るための試験にはならないよね。この試験はすべてコンピューターシミュレーションによるもので、超低空を飛翔してきた模擬目標には一発も命中しなかったため、30メートル以上の命中率を発表したとのご都合主義だったんだ。言うなれば、まともな試験では命中率 0% っていう驚異の数字を叩き出したんだな。しかもこの試験結果について韓国国会で大問題とされながらも、韓国海軍はこの高い高度で飛ぶプロペラ機しか撃ち落とせない艦対空ミサイルを、開発が完了したと宣言してしまったというのであるから呆れてしまうよね。階級は射程が 20km 前後とされていて RIM116 よりも長いんだけど、実はこの射程距離では近年の超音速ミサイルを迎撃することができないんだ。え、何のために開発したの？おもちゃかな？アメリカ軍ではこのような対艦ミサイルの高速化に対応するために、互換防衛用対空ミサイルの射程を最大 50km にまで伸ばした RIM162ESSM 発展型シースパローが開発されていて、日本でもヒューガ型や汎用型護衛艦に搭載されているんだ。また、中国においても H96 という射程 40km の中距離艦対空ミサイルを054型 A フリゲートなどに搭載しており、韓国の階級はもはや時代遅れの近接防御ミサイルであり、韓国海軍は国産化にこだわるあまり防空能力を向上させずに低下させてしまったと言えるね。さらに、韓国は、海上自衛隊の出雲型護衛艦の空母化に刺激を受けて、3万トン級の軽空母を建造するとしていて、ロクトとマヤ号を運用することでノウハウを取得するというぜ。そのために F-35B の導入を決めてその準備を進めているんだが、このことでこの隣国は頭の痛い問題を抱えているんだよな。そうそう、F-35 については一定の飛行時間ごとエンジンのオーバーホールなどの大規模なメンテナンスが必要となるんだけど、これを実施できるのはアメリカのフォートワース、イタリアのカーメリ、日本の名古屋、オーストラリアのウィリアムズタウンに設置された国際整備拠点 MRO&U に機体を持ち込むしかないんだ。日本では名古屋の三菱重工業の FACO-F35 組み立て工場に設置されているんだけど、韓国軍が日本の拠点利用についてアメリカや日本からのオファーがないと抗議を申し立てたというよ。本来ならば韓国側からの依頼によって日本側が受諾するのが筋であるのだが、韓国は例の徴用工問題で三菱を相手取って賠償請求しているためにそれができないんだろうね。散々日本や三菱を攻撃してしまい頼めなくなった上に、自分たちの攻撃によって何か仕返しをされるに違いないとの疑心暗鬼に陥った挙句に、整備させてくださいと日本から頼めというのであるから困ったもんだぜ。やってること全部空回りしちゃってるよね。このままの状況が続けば韓国は、F-35 のメンテナンスをオーストラリアで行わなければならず、機体を運ぶのに際してドクトやマラドを航空機輸送艦として運用することになり、F-35 の運用に支障をきたすだけでなく、膨大な経費がかかることだろうね。ここ最近、韓国の司法によって徴用工問題の賠償を認めない判決が出始めているのら、このことを解決しようと日本のご機嫌を取ろうとしているのかもしれないな。しかしながら、東京オリンピックの選手村において反日の横断幕を垂らし、禁止されている政治活動を展開する様子を見れば、この隣国に対しては同情する余地などどこにもないだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。みんないつも動画を楽しみにしてくれて。ありがとうね。アザーアース。ありがとう、オリゴトウ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 。
F-35A ライトニング2は、米軍が開発した第5世代ステルス戦闘機だね。軍事産業で名高いアメリカが開発した兵器だけあって、性能に関しては申し分ないよね。それでもその性能はまだ発展途上だから、ワクワクさせてくれるよな。今回はそんな F-35A ライトニング2を導入した韓国について解説していくよ。それじゃ行ってみよう。米軍が運輸しているステルス戦闘機には、世界最強と名高い F-22 ラプター米空軍にて2005年12月より運用開始があるんだけど、米軍は当初、F-15 イーグルを前期 F-22 ラプターへ置き換える計画だったんだ。だけど F-22 ラプターは最新技術を結集して開発されたこともあり、調達計画も750機から648機から451機と、削減の一途をたどったよ。最終的には2011年末に米空軍へ引き渡された195号機をもって生産が終了するに至ってしまったんだよな。性能を詰め込むだけじゃコストが上がっちゃうから、難しいところだよね。このように米軍が次期主力として期待していた F-22 は高コストにより機数を揃えることができず、米軍はこの F-22 開発の反省から、低コスト多用途なステルス戦闘機の開発計画、JSF 統合打撃戦闘機計画が開始され、後にこの計画で開発された機体が、F-35 ライトニング2シリーズってわけ。F-35 ライトニング2は、5つの基礎となる機体設計から、通常離着陸型 A 型、短距離離着陸垂直着陸型 B 型、艦載機型 C 型の3タイプが開発され、今までは全く別の機体であったところを統合することにより、部品やシステムを共通化することで、開発費及び運用コストの削減を目指していたんだ。しかし、全く別の機種を統合することの難易度の高さから開発は難航したぜ。それにより開発遅延と開発費の声声を招き、当初計画ほどには低コストな機体とはなっていないんだよな。また、この F-35 はすでに米軍や日本、韓国、英国、イタリアなどの国々で導入され運用がされているんだけど、開発プログラム自体はまだ完了してなくて、順次追加アップデートを図りながら、作戦遂行能力の拡大及び向上を図っていく計画となっているよ。そして、このアップデート作業にも1機あたり多額の費用が必要数十億円規模であり、これもこの機体の高コスト化を招く一因となっているんだ。日本では、A 型を105機、B 型を42機調達する計画となっており、数の面では米国に次ぐ第2位の F-35 運用国となる予定だよ。韓国も F-35A を40機当初は60機調達する計画であり、現在24機を調達済みとなっているよ。導入された機体はブロック 3F 完全作戦能力型と呼ばれるバージョンであり、このブロック 3F のバージョンでようやく F-35 に求められる戦闘能力の全てが実装されたんだ。なお、この最新のアビオニクスを搭載した世界最高水準の戦闘能力を持つ F-35 ライトニング2だけど、韓国軍が調達している機体も米軍仕様と比較すれば意図的に性能を落とされている可能性があり、これの詳細は米国しか知り得ない機密事項だろうけど、果たしてどの程度のダウングレードになっているかは、米国の導入国に対する信頼度によって決まるのかもしれないね。ちなみに、韓国軍が導入した F-35A ライトニング2は、韓国側が過去に米軍から導入した兵器を米国に無断で技術投与した前科があることから、常時米軍の監視下に置かれているとの情報もあり、韓国に対する米国の信頼度の低さを物語っているな。ブラックボックスを開けるなんて、韓国は何を考えてたんだろうね。韓国空軍は現在 F-35B を20機程度調達するか否かの検討を開始しているよ。この F-35B とは、短距離離着陸垂直着陸型の F-35 であり、主に軽空母や強襲揚陸艦などの飛行甲板が比較的短い艦や、カタパルト発艦装置が搭載されていない正規空母での運用を想定して設計された機体だね。そして、F-35 シリーズで唯一、垂直着陸性能的には垂直離陸も可能な機体であり、垂直に飛行可能な得意な特徴を持っているために、映画でも垂直に飛行しているシーンが登場ダイハード 4.0 しているんだ。ただ、垂直飛行はあくまでも離着陸のための能力であり、映画のように垂直に飛行しながら戦闘行為を行うことは想定されていないよ。この F-35B だけど、韓国が F-35B の調達を検討しているのは、韓国が軽空母強襲揚陸艦を含むの保有計画を表明しているからだね。この背景として、日本の海上自衛隊が、
保有する出雲型ヘリコプター搭載護衛艦 DDH の出雲及び加賀の2艦に対して F-35B を搭載することが決定しており、その対抗策としての意図が大きいと思われているよ。なお、すでに日本が1番艦出雲について、固定翼機運用のための来日時回数攻撃を終了しており、2021年10月5日に米海兵隊の F-35B の出雲への着火艦実験を成功させているぜ。そして、F-35B は現在、米国以外では英国と日本のみしか採用組がなく、米国や英国が調達機数を引き下げる動きを見せているため、開発元のロッキードマーチン社からすれば、韓国の導入の動きは歓迎すべきことであるようだな。だけど、この韓国が立ち上げた軽空母建造計画に先立ち、搭載する艦載機のデータがなければ軽空母の建造ができないため、韓国は F-35B の開発元であるロッキードマーチン社に F-35B の情報開示を求めたんだけど、調達契約後でなければ明かせないと拒否されているよ。契約しなければ機密情報を開示しないのは当然のことではあるが、国家としての信用度が低いというところも大きいのかもしれないな。韓国がやってきたことを考えると当然だよね。なお、これまでは韓国が現在保有しているドクト級強襲揚陸艦の後継艦として、3万トン級の大型輸送艦の建造を表明しており、これは中国から空母保有に対する反発を避けるために空母という名称を避けたものだったんだけど、日本が軽空母相当の護衛艦を保有するに至ったために明確に軽空母保有の方向性を表明した模様だね。さて、韓国の領海の広さは日本の 10% 程度しかなく、朝鮮半島全域の領海を含めても日本の 12% の広さしかないんだ。それと比較して日本の領海面積は世界第6位の規模を誇り、国土よりも領海の方が国土の12倍広く、日本は世界に名だたる海洋国家となっているよ。そのため、日本の場合、遠く陸地から離れた海洋での防衛任務も想定され、陸上の航空基地からの支援が得られにくい場所でも航空作戦を実施するために、海上の航空基地たる空母を保有することには一定の合理性があるんだ。特に対中国の脅威から、南シナ海及び強大なシーレーン防衛には、限られた陸上の航空基地からだけでは即応性に課題があるからね。その反面、韓国の場合、東、西、南のどの領海内においても陸上の航空基地から十分な支援が得られるんだ。そもそも、日本とは違い、韓国が相対している敵は陸続きの北朝鮮であり、北朝鮮相手に高価な空母を保有する合理性はないよ。つまり空母ではなく、陸上戦力や空軍戦力に重きを置くべき防衛環境と言えるんだね。また、軽空母での運用が想定される F-35B は通常離着陸型の F-35A と比較して、燃料搭載量が少ないために航続距離が短く、垂直着陸に要する装備の追加による機体重量の増加の影響で搭載可能な兵装も少なく、整備性や信頼性も悪化しているよ。端的に言えば、F-35B は短距離離着陸垂直着陸の能力以外は、F-35A に全て劣っていると言えるな。そのような作戦機として劣った機体を F-35A に変えて導入するほどの国防上の利点が韓国にはないため、今回の韓国の F-35B 及び軽空母導入計画は、日本が保有するから韓国も欲しいという虚栄心からのものであると考えられるよ。今回の韓国の軽空母保有検討の問題で日本が懸念することは、韓国が米国の意に反した行動をしつつあるということだね。トルコがロシア製のミサイルを導入した際に米国が反発して関係が悪化したように、韓国がそれと同じような状況となれば、韓国の東アジアにおける共産主義国家からの西側諸国の防波堤の一翼としての機能が薄れ、韓国が担っていた負担が日本に移り、それが日本に重くのしかかることになるんだ。ほんといい迷惑だよ。また、F-35 ライトニング通波、日々のメンテナンス以外は特定の国家に設置された組み立て製造及びメンテナンスを行う拠点 FACO で、重整備や機器のアップデートなどを行う必要があるんだけど、東アジアにおける拠点は日本にあるんだ。これについて、韓国は政治的感情的に日本での同期の整備を拒否しており、韓国における F-35 ライトニング2の稼働率低下が懸念されるよ。日本の場合、F-35 ライトニング2の稼働率を向上させるために FACO を日本に誘致し、日本国内で機体の組み立て作業も行うために F-35 の調達価格も韓国よりも3割ほど高くなっているぜ。これは日本が、ただ F-35 ライトニング2という機体を導入することだけしか考えていなかった韓国とは違い、
実際に運用する上で防衛上必要な稼働率の確保に重きを置いていることが伺われるよな。また、SACO ら S35 ライトニング2の機密事項を多く取り扱うため、国家としての信用度も大きく取られ、情報漏洩が行われないと米国から信用される必要があるぜ。ただ、これについては、日本と同様に FACO を開設しているイタリアが、昨今のコロナウイルス感染拡大の影響によって経済状況が悪化し、中国の経済援助への依存がますます強くなっており、これにより、イタリアから中国へ機密情報の漏洩が懸念されているんだ。中国の脅威は全世界的に広がっているから、日本もイタリアのように中国への依存度を強めれば、米国からの信用度も低下する可能性があるし、日本は難しい舵取りを迫られているんだよね。ちなみに韓国は日本の人口の半分であるのもかかわらず、日本とほぼ同額の防衛予算を計上しているよ。韓国ではインドネシアと共同で開発を行う予定であった。国産 4.5 世代戦闘機 KFX の開発費の負担増加も問題になっているよ。国民一人当たりの防衛予算の負担が日本の2倍ということもあり、国民から防衛費の使途について、もっと有効な使い方を求める声が韓国内からすでに吹き出しており、今後の韓国の動向が注目されるね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。韓国がドイツの潜水艦技術を入手し、自国で建造した潜水艦を近頃収益させることになり、韓国国民の意識が高まっているみたいだね。我が国は独自の技術を持っている、と褒めたたえているが、それはあくまで表向きの話だぜ。あの国は自尊心と承認欲求の塊だもんね。尊敬すら覚えるほどだよ。それの盗んだ技術ともなれば、呆れて物も言えないな。そうだね。今回は、ドイツの潜水艦や戦闘機事情を詳しく見ていこうと思うんだけど、韓国に技術を盗まれてしまうぐらいの手たらくとは、技術大国のドイツとは思えない話だよね。そんなドイツの事情、皆さんと詳しく見ていこうと思うよ。それじゃあ行ってみよう。かつては U ボートで名を馳せたドイツ海軍の潜水艦だけど、第二次大戦後も当時の技術を継承し、潜水艦輸出国として君臨していたよね。だけど、近年はその勢いはすっかり影が薄くなってしまったよ。潜水艦のみならず、その他の軍備にしてもドイツ軍の迷走ぶりは何とも言い難いところなんだよね。例えば、老朽化した戦闘機ユーロファイターの初期型であるトランシワン、マルチロール戦闘攻撃機トーネード IDS、この2機種の後継機について、本来であれば独自開発を行うはずのドイツ空軍が、なぜだかアメリカ製の第5世代戦闘機 F-35A ライトニング2を候補に挙げ、方針の迷走が顕著だったよな。もともとドイツは、フランス、スペインと共に第6世代次期戦闘機 FCAS の開発を進めているんだけど、運用開始までに相当の時間がかかることから、それまでのつなぎとしての後継機種を探していたわけで、それがなぜかアメリカ製という不可解な判断に至っているようなんだ。結局この話、NATO 加盟国の取り決めで攻撃機は核搭載能力を保有していることと決まっていることから、F-35A にはその能力がないために断念せざるを得なかったんだよね。その後、トーネードの後継機種にはアメリカ製の 4.5 世代戦闘機で、核搭載能力を持つ FA-18 スーパーホーネットを45機調達することに決定し、結局アメリカ製か、と国内外から突っ込みを受けることになってしまったんだ。ちなみに、ユーロファイタートランシワンの後継機種はアップグレードされたトランシ4を38機調達することとなり、タンザ型30機、スクザ型8機の契約を2020年11月にユーロファイター社と交わし、次世代戦闘機導入問題はこれで当面の解決を得たぜ。そして、この戦闘機問題が起こっていた時に、同時に巻き起こっていたのは潜水艦にまつわる問題だな。その問題って、ドイツ海軍が誇る通常動力潜水艦212型と輸出用の214型のトラブルが相次いでいたんだ。ドイツの214型潜水艦は、輸出用として設計された通常動力潜水艦で、水中排水量2000トン全長65メートル最大幅 6.3 メートルのスケールを誇るものとなっているよ。推進機関は、ディーゼルエンジンと燃料電池方式の非待機依存推進システム AIP ハイブリッドで水上12ノット、水中20ノットの速度を発揮する、現代の潜水艦に求められる性能を十分に有しているタイプだね。2000年にギリシャ海軍に対して4隻を納入する契約を結び、
その一番艦はキールのホバルツベルケにあるドイツ造船 HDW で建造。三隻はギリシャのアテネにあるヘレニック造船所が建造することになっていたんだ。だけど、一番艦を受け取ったギリシャから水漏れ等のトラブルが相次いだことを理由に、納入を拒否される事態に陥ったんだよね。この問題は後を引き、2008年に一番艦パパニコルスをドイツ地震で調査した結果性能に問題はないと結論が出たことで、2番艦以降はギリシャによるライセンス生産が再開され、当初の予定よりも10年遅れで4隻すべてギリシャ海軍に引き渡される事態になったんだ。ドイツと同様の契約を交わしていた韓国では、9隻の潜水艦を契約していたんだけど、1番艦ソンゴニルは浸水後にスクリューからのノイズがひどく、潜水艦に必要な静寂性がほぼないありさまで、これでは実戦に使えないと激怒したよ。結局、スクリュー軸を交換するなど対応を施したんだけど、2011年には艦橋部分と甲板をつなぐボルトに欠陥が見つかり、完成収益していた3番艦までの運用が停止される事態となってしまったんだ。この件も、ドイツ HD ラムルから技術者が派遣されて改善攻撃を実施し、とりあえず解決させたんだが、その後もトラブルは続いたぜ。すでに就航済みの潜水艦全艦で燃料電池が停止するトラブルが発生したほか、潜航中に発生する水中騒音が韓国海軍の要求を上回っていたりと、とにかくトラブルが絶えないんだ。挙句の果てには、3番艦アンジューコンのスクリューに亀裂の発生が発覚するなど、前代未聞のトラブルばかりが頻発したんだよね。ただし、2番艦以降はあくまで韓国によるライセンス生産だから、そのトラブルの全てをドイツのせいにするのは少々早計だよね。214型の設計上の問題というよりは、お客の品質管理が間違っていただけのことなのに、結果的に214型の評価が下がってしまったことは気の毒というほかないよね。韓国に関わるとろくなことにならないよね。実際、トラブルに見舞われたギリシャは、その後1番艦の問題が解決した後はトラブルに襲われることはなく、他に214型を導入したポルトガル、トルコでは特に大きな問題は発生していないことからも、ドイツ製潜水艦の品質そのものを疑問視する必要はないと思うよ。実際、ドイツ海軍の潜水艦には光り輝く技術も数多くあり、例えば近年ドイツ海軍が採用している 212A 型潜水艦は214型をベースにして開発された。代表的な潜水艦となっているよ。212A 型潜水艦は、海上自衛隊の総流型対迎型と同じ X 火事が採用されていたり、PEM 燃料電池の採用により長い潜航時間を持つ通常動力型潜水艦として、十分な性能を有していると言えるんだ。212A 型潜水艦は、ドイツ海軍が6隻を運用しているほか、イタリア海軍が4隻、2017年に戦略的パートナーシップを締結したノルウェーとは、求めに応じて 212CD 型を新規開発し4隻を運用するまでに至っているよ。実は、ノルウェーとの契約については、ドイツが2隻分を建造することになっていたが、ノルウェー国内で開発費負担に伴う妥当性を問う政治的な動きが生まれ、プロジェクト自体が4年間凍結されていたこともあったぜ。合わせて、2017年当時にドイツ海軍が運用していた 212A 型では故障が相次いでいたことがあり、ノルウェーの信頼をより逆なでする結果にもなっていたな。旧型の U35 潜水艦が頑張っていたドイツだけど、この U35 潜水艦が故障により稼働不能になったことも重なり、2017年の一時期、ドイツ海軍には稼働している潜水艦が一隻もない状態が続いたことがあったんだ。さらに、2019年5月には U36 がノルウェーのハーコンスバーン海軍基地を出港した直後に艦底が海底に座礁して損傷し、保有する 212A 型6隻のうち稼働可能な艦が22隻になってしまうありさまで、ドイツ海軍の潜水艦をめぐる運用の迷走ぶりや、自国の水域における事故の頻発により、ドイツそのものの潜水艦送艦技術の低迷を危惧する声が上がったんだよね。その後、212CD 型についてはノルウェーとの契約において進展が見られ、212CD 型潜水艦6隻の建造費50億ユーロに、ノルウェーが払うことになっていたドイツのキッセンクルップ社への開発費を加えて新たな金銭負担の枠組みを構築したよ。建造する潜水艦6隻分をドイツとノルウェーが共同購入することで、事実上開発費を折半した形の契約を結び直し、ノルウェー向けの潜水艦が2023年から建造を開始することになったってわけ。引き渡しは、2029年に1番艦がノルウェー海軍に2029年、その後ドイツ海軍へも2032年に引き渡される計画となっているよ。
それにしても、かつて大西洋の海を暴れ回った U ボートを誇るドイツが、ここまで潜水艦でトラブルを起こすとは、誰が思っていただろうね。猿も木から落ちるって感じかな。過去の栄光っていうほど落ちぶれてもないと思うし。かつての第一次世界大戦、第二次世界大戦で多大な犠牲を払いながら、アメリカやイギリスを恐怖に追い込んだ U ボートだったけど、その後継者である現在のドイツ海軍にはその栄光を忘れてしまったって声も実際に上がってるんだよね。第二次世界大戦において、枢軸国として同盟国であった日本の海上自衛隊は、あれから努力を重ねて世界に誇る高性能潜水艦を保有することに成功し、潜水艦運用や潜水艦船における高い技量を持っていることを思えば、このギャップがなんだか残念でならないんだろうね。ドイツは、島国の日本と違い、NATO 加盟国においても海軍に力を置かず、空軍と陸軍を充実させている国ではあるものの、それにしても潜水艦を輸出している国にしては、自国の潜水艦の稼働率が低いのは、いかがなものかと思うな。それに、今まで数多くの国がドイツの潜水艦技術を頼り、多くの国と契約を結んできただけで、技術を盗んだ韓国ら曲がりなりにも自国の力でドイツの潜水艦を建造できるまでになったわけですから、ドイツの手いただくら見るに見かねるかもな。今後、潜水艦をはじめとする様々な軍事技術を輸出しようとしているなら、潜水艦のトラブルの数々は、ドイツの評判を落とすだけかもね。ましてや日本も防衛装備移転三原則を策定し、高性能潜水艦の輸出に本腰を入れ始めているから、特に、2010年代には小流型潜水艦と同型艦の輸出を試み、オーストラリアに対してプレゼンを繰り返していたけど、最大のライバルであったフランスが、建造場所などで柔軟な姿勢を見せたことで先を越されてしまったよ。最新の技術を持っている日本が、売り込み方を心得てきたとき、ドイツの牙城はあっけなく崩れる、そんな気がするね。そもそも、ドイツが今後も潜水艦輸出国として君臨し続けることができるのかは、はっきり言って微妙なところではあるな。ドイツ海軍の現状を見る限りでは、新興国に追い越されるのも時間の問題かもしれないけど、どうにか挽回してほしいね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。